やっぱりショックだ。2089年、確か夢でそう言ってた。時間を16年戻ったとも言ってたな。予知夢だとすれば2105年に何かが起こる。120年も先のことか。うさみちゃん、点数悪かったって。地下に埋まった巨大 UFO か。予知夢だとしたらとんでもないよね。なっちゃんの話に感化されちゃったかな。 UFO のこと聞くと止まらないからな、なっちゃん。私がいたとこは毎晩あの夢で、夜中に目が覚めるもんだから眠い。土曜日まで勉強なかったし。うさみちゃん、ん？何かない？よりいおりも数学合金だっけ？ダメなのよ数式、眠くなる魔法だよ。赤点？違うよ。スレスレだけど。いおりちゃん、他の教科いいのにね。土曜が休みなんて素敵な学校。美和子も誇れる点数じゃなかったよね。もう点数の話はいいじゃない。前の日復習するつもりがテレビ見ちゃってて。やっぱりショックだ、あの抜き打ちテスト。うさみさん、点数悪かったっけ？彼のことを考えるとドキドキする。一目惚れしちゃったなんて笑われないかな。私がいたとこは土曜日まで勉強なかったし。土曜が休みなんて素敵な学校。美和子も誇れる点数じゃなかったよね。点数の話はいいじゃない。美和ちゃん。はい。見てた番組って？来年来るハレー彗星の特番。私も見たかったやつだ。次に来るのは76年後なのよ。すごくロマンチックな気分になったわ。そして勉強せず寝たわけか。小テスト多いし結構厳しいよね。こっちはもっとおおらかだと思ってた。うさみちゃんが行ってた学校ってうちとは随分違ったんだね。いや、同じというか似たような学校なんだけどね。こんな気分の時はがっつり食べたい。あっちのパン屋でさ、美味しいホットドッグ売ってるんだよね。そういう話なら、はあ、私は肉まんでもいいな。ほほう、いっそ両方いっとくか。いおりはどっち？え？やっぱホットドッグでしょ。今日は肌寒かったし肉まんがいいかな。ま、いいか。あの惣菜屋の肉まんを。ほかほかよ。ではでは一口。はあ、口の中に熱々の肉汁が。外側すっごくもっちりふわふわ。すごい弾力。デートの時はこれ2つ買って、胸に入れれば森村並みのサイズに。真面目に検討しちゃうか。やけどしちゃうよ。
校のテレビで思い出したんだけど、この前の夜変な番組やっててさ、探検隊シリーズ？何なのよあれ。あれね、うさみちゃん、お何かないより水曜スーパーの人気コーナーよ。この前は確かアマゾン地底王国恐怖の巨大ミイラっていう題名だったわ。そうそう、確かにそんなだった。あからさまにミイラ作り物でさ。っていうかイオリ詳しくない？好きなのあれ。なっちゃんから散々聞かされてね。あー、最後まで見たんだけど結局は何も解決してないのよね。いつもそうらしいよ。美和子は詳しいの？クラスの男子が話してたの。私その時間は歌番組見てるから。あれね、最後まで見たんだけど。はい、そうね、今のお気に入りはアイドルかな。この前言ってた網口くんにの。そうそう、あとね、可愛くて歌が上手な女性アイドルがお気に入りなの。あ、最近流行ってる子かな。そうそう、もうすぐレコードが発売するのよ。買っちゃおうかな。へえ、アイドルか。うさみちゃんもきっと気に入るよ。結局は何も解決してないのよね。いつもそうらしいよ。美和子は詳しいの？クラスの男子が話してたの。私その時間は歌番組見てるから。あれね、最後まで見たんだけど結局は何も解決してないのよね。いつもそうらしいよ。美和子は詳しいの？クラスの男子が話してたの。私その時間は歌番組見てるから。今の歌謡曲ってちょっと懐かしい。そうかな。最近はポップな曲が増えてきたし、かなり刺激的だと思うけど。え、ああそうだよね。うさみちゃんは歌好き？そうだね、聞くより歌う方が好きかな。へえ、そうなんだ。どんな歌歌うの？気になる。どう説明したらいいのかな。もしかして洋楽？そうじゃないけど。歯切れ悪いの。まだないジャンルだしね。え？なんでもないなんでもない。なんかモヤモヤする。するよね美和子。ごめん。こんな気分の時はがっつり食べたい。あ、うん、太っちゃう。あっちのパン屋でさ、美味しいホットドッグ売ってるんだよね。そういう話なら、はあ、私は肉まんでもいいな。ほほう、いっそ両方いっとくか。そう、美和子のテレビで思い、この前の夜へ探検あれ、最後まで結局はいつも美和子はクラスのだ私今の回最近はかなり。え、うさみちゃん、そうだ、どんな、どうせもしか、歯切れまだ、え、なんでもない。なんするよ、こんな気分の時は。あ、 あっちのパン屋美味しい。そういう、イオリはどっち？え、
やっぱホットドッグでしょ。うさみちゃんの言うホットドッグ食べたいな。よし決まり。おしゃれなパン屋だよね。こじゃれてるでしょ。温かいうちに食べちゃおっと。私も。うん。ピリッとくるソースなんだろう。チリソースね。おいしい。チリソースのピリ辛が癖になる。まさに大人の味よ。うさみちゃん、口の周りチリソースだらけだよ。うん。相変わらず眠そう。大丈夫？何？ほら、話したじゃない。イオリちゃん、理科室で倒れちゃって。たまたま私も学校に残ってたから一緒に保健室行ったって。そういえば言ってたね。本当にびっくりしたんだから。保健室まで心配してきてくれてありがとう。あのゴート先輩にお姫様抱っこで運ばれたのよ。もうびっくりしたんだから。びっくりしたのはそっちか。あの日からますます彼が気になってしょうがない。夢だったのかな。掃き掃除おしまいっと。お疲れ様、クラベくん。どうしたの？開かないんだ。鍵がかかってる。鍵がかかっ…ゴート先輩が持ってきた鍵束、準備室の鍵がないみたい。それは困ったわね。標本や器具を片付けられないな。もう置いておこうよ。そうはいかないわ。よし、鍵を職員室に取りに行くわ。クラベ君は教室に戻っていいよ。あとはやっておくから。なんか悪いよ。いいからいいから。お疲れ様。冬坂さん、同級生なのにまるでお姉さんみたいな口ぶりだ。こっちの校舎はこの時間寂しくてちょっと気味が悪いな。開いた。これで片付けられる。誰？クラベ君？わかった。驚かそうとしてるんでしょう。そうでしょう。やめて。隠れてるなら出てきてよ。何これ、誰もいない。光ってる。何なの。気がついたようね、イオリちゃん。よかった。ミワちゃん、イオリちゃん
倒れてたのよ。貧血ね。気分はどう？大丈夫かい？先輩、あれ起きちゃダメじゃない。まだ寝てなさい。大丈夫です。私どうやってここに？ゴート先輩が見つけて運んでくれたのよ。先輩が？あの廃墟に先輩も行ったんですか？何の話かわからないが、君は理科室に倒れていたんだ。え？理科室に？理科室になんかこう四角いのがチカチカって光ってませんでした？いや、そんなものはなかったよ。どうやら夢を見ていたようだね。夢？どうやら夢を見て。夢？ミワちゃん、私あそこに行ったわ。夢で見た未来の廃墟に。また夢を見たの？違うの、実際に行ったの。落ち着いて、イオリちゃん。夢を見たのよ。夢？違うわ、あれは夢なんかじゃない。彼がいたの。いたのよ、あの場所に。イオリちゃん。それは知ってる。なんで私を？誰の指示でここへ来た？誰って、理科室で光ったと思ったらこんな場所で。ここがどこなのか本当にわからないのか？ここは明日橋だ。年代は2065年だがな。未来？まさか。ゲートが反応したということは15人の1人に違いない。そして閉鎖されたゲートが解除された。解除できるのは森村の ID だけだ。やはり冬坂伊織が本物の森村千尋。森村って先生のこと？もしかして街を壊したのは？この距離なら問題ない。あれはダイモスだ。怪獣映画の？似たような化け物だが、あいつは機械だ。あれが無数に現れてこの世界を終わらせた。いずれ私たちの街にも。どういうことだ？よく知ってるじゃないか。違うの、夢で見たの。夢？ビルを壊しながら近づいてきたあの怪物から逃げる夢。他の夢でも怪物のことを言ってた。夢じゃなかったんだわ。そうよ、戦いに負けて逃げてた。大きな怪物に追いかけられて。確か一緒に逃げてたのはゴート先輩だわ。私こんなに気が多かったっけ？学校の男子ばかり夢に。
ここ最近不思議な夢ばかりで、これはもしかして予知夢じゃないかなって思ってたの。他にどんな夢を見たんだ？街が壊された後、地下に降りて UFO を見る夢とか、私だけ過去に逃れたりする。あれも本当のことなの？森村の言っていた話と同じだ。夢か。あなたは一体？待て、あの音。ドローンだ。まずい。見つかった。仕方がない、一緒に来い。え？はい。関ヶ原は逃げたな。八番騎兵はあった？ええ、ダイモスの制御下に取り込まれていました。自律型を指示だけで操るのは危険ね。八番は直接操作に戻して使うわ。停止させておいて。他にも思わぬおまけが。関ヶ原 A がいました。彼がこのセクターに？逃げられましたが。そしてもう一人見えますか？セクター4の学生です。奴が連れてきたのでしょうか。彼女は見覚えがある。確か如月の同級生だ。ともかく連れて戻って。